続きまして、日本福祉大学附属高等学校和太鼓部の皆さんによります。絆和太鼓組曲海嶺よりです。出演者の皆さんから、和太鼓部ラッコは楽しく叩くを大切にしていますというメッセージをいただいています。続いて、日本福祉大学附属高等学校への応援メッセージをご紹介いたします。太鼓を叩かれるのにはとても体力がいると思います。また、お一人お一人の絆も大切だと思います。皆さんが打たれる音にとてもワクワクしています。楽しみにしております。といただきました。また、京都まで見に行きます。いつも通りの演奏を楽しみにしています。といただいております。他にも、たくさんの応援メッセージありがとうございました。それでは、日本福祉大学附属高等学校和太鼓部の皆さんによります。絆、和太鼓組曲海嶺よりをお楽しみください。Thank you.
日本福祉大学附属高等学校和太鼓部の皆さんによります、絆和太鼓組曲海嶺よりでした。皆様大きな拍手をお送りください。それでは代表して吉川空さんと薬丸直弘さんにお話を伺いたいと思います。インタビュアーはおもてなし隊の長澤美優さんです。それではお二人にお話を伺いたいと思います。吉川空さん、これまでにさまざまな大きな公演をなさってきたとお聞きしました。そういった公演に向けての練習の時はどのようなことを念頭に置いていますか？はい、私たち和太鼓部は笑顔で叩くということを大切にしています。私たちが楽しければ見てくださる方々も楽しんでもらえる、そんな演奏にするために日頃から笑顔で叩く、楽しくということを念頭に置いています。薬丸直弘さん、地元の小学生に和太鼓を教える活動を行っているとお聞きしました。地元の小学生に和太鼓を教えることでどのようなことを得ることができましたか？はい、地元の小学生に教えられたことは、太鼓を叩く面白さや、みんなで一緒に太鼓を叩く楽しさなど、みんなで何か一つのことをやるという大切なことを地元の小学生の子たちから改めて得られることができました。ありがとうございました。日本福祉大学附属高等学校和太鼓部を代表して吉川空さんと薬丸直弘さんにお話を伺いました。どうぞ大きな拍手でお送りください。